Hi everyone, my name is Esther. Welcome back to my channel. We're here with episode 4 of Raska Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. I'm super excited to be watching this episode with all of y'all. It's gonna be a good episode. I just can feel it. I feel like there is gonna be a little bit of a different story. I don't think it's gonna be towards the two characters. I feel like there's gonna be something else. Like there's gonna be a more of a story of the other students. And I'm just really curious to see on the side characters and their backstory. And I feel like there's still a lot of like unanswered questions regarding the adolescent syndrome, so I'm very curious on what that's going to be like and how they're going to explain that syndrome in the series. So yeah, I'm just really curious. I feel like there's just so many questions still unanswered, and I'm really wanting to see if it's going to like kind of like blow my mind in a way. But yeah, I can't wait to be watching. So why don't we go ahead with episode 4 of Raskow Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. この時間ご覧のニュースをお伝えしました。それでは今日も一日ご元気に。続いてのニュース、丸々です。直接狙う決めた。やってくれました日本代表。行ってくるの。行ってらっしゃい、はるみちゃん。 I think Futaba is like so cute. I really like her like look, like her glasses and the way she talks. That looks so good. いただきます。いただきます。あの、マイさん。何を好きです。付き合ってください。Oh my gosh. He's just gonna like nonchalantly just say that? What? I thought she liked him. ちょっと待った。マイさんは初めてじゃないって。私のファーストキス、サクタに挙げたの覚えてないの？最低。え？まさか僕がマイさんを忘れていた間に。キスをすれば、サクタが私のことを思い出してくれると思ったんだけど。Wait, they never kissed!Wait, did they kiss? I don't think they kissed!ヒントだけでも、絶対に教えない。そこをなんとか。目を閉じて。 Oh my gosh, are they gonna kiss? <笑>本当にされると思ったんだ。マイさんは大人だし、年下の僕と間接キスするくらいなんともないんだろうけど。そうね。言っとくけど、私じゃないから。キッシンがあるのは主演の子。 マイさん性格悪すぎ。だってマイさん全然その気なさそうだし、ときめかないとか言われると絶望的な気分になる。おお、ダメとは言ってない。じゃあいい。それは。She was just being shy. Look at her blushing. You're officially a boyfriend and girlfriend. どうしたんですか、お兄ちゃん。 なんでもない。1ヶ月待ったかいなってことだ。早速サッカーの話題からいきたいと思います。どうしたんですか、お兄ちゃん。なあ、変なこと聞くけどさ。このニュース昨日も見たよ。Wait, wasn't that news already done before? うっさか。エグセ立ってるぞ。これはそういう髪型なんだよ。斬新だな。お、双葉ブス。 Wait, is this deja vu? No, right? I had to like see my my time of the episode to see if it like rewinded back or something. ダメとは言ってない。何諦めようとしてるのよ。ならいいの。
ったのくせに生意気。いいの、うん、あのさ、よかったら俺と付き合わない？いやかな。いえ、その、少し考えさせてください。こっちも告白か。やってくれました、日本代表。おはようございます。今日は6月27日、金曜日。They're in a... またか。何が起こった？ What's happening? いや、なんでもない。そうでなければ、あずさ川の大好きな思春期症候群。 So there's different variants of adolescent syndrome, is this what it is? 明日が来なくて困ってるんだ。あずさ川は自分で何とかするしかないでしょ。私も含めて、その他70億人の人類は、今日が3度目なんて思ってないから。あずさ川が何度か経験した6月27日は、それより前の時間から未来を見たものかもしれない。過去に戻るのが大変なら、未来へ行くのはもっと大変だろう。タイムトラベルじゃなくて、未来予知って意味。いや、未来予知も簡単じゃないだろう。あいにく悪夢の知り合いはいないな。ウトパン knows so much about this。あらゆる物質は、同じ物理法則の支配下に平等である。つまり、この世界に存在する全ての原子の位置と運動量が分かれば、未来の状況を計算によって導き出せるってことだよ。だからそんな途方もない真似ができる空想上の存在を物理学者のラプラスさんは考え出した。それがラプラスの悪魔か。その悪魔には一瞬でこの世界に存在する全ての原子の位置と運動量を把握する力があって、瞬時に未来を計算できる。悪魔だけは繰り返される6月27日の記憶を持ったまま、前回とは違う行動をとってる可能性が高いんじゃない？前回と違った行動をとってるやつ。So he has to find somebody that's acting a bit different. 70億いる人類の中から見つけられるわけないだろう。いたよ、ラプラスの悪魔。あずさ川先輩だよね。ここがつかぬことを聞くが。何？今日は何度目だ？僕は3度目だ。私も3度目。So it is her. 私だけじゃなかったんだ。何なのこれ？この先どれになると？全然わかんない。使えねえ。それ先輩じゃん。なんか最近嫌なこととか悩んでることないか？なんでそんなこと先輩に言わないといけないの？メッセージ。この状況、思春期症候群だと思うからな。思春期症候群って先輩正気？そんなの元の噂じゃん。てか話してる最中にやめろ。話しながらはしないから。俺話す方をやめんのか？ピカチル、話しかけなんて。最近嫌なこととか悩んでる。I feel like something is up with her. I don't know. I'm kind of scared. Maybe something happened. 少し太った。大丈夫だ。子がむしろ痩せている。Is it this guy? Do you think it's because of this guy? 子がを探してるんじゃないのか。そうだと思うけど。昼休みは用事がある的なメッセージを送っちゃったし。いいからさっさと告白されてこい。なして告白のこと知ったと？前回見たんだよ。そもそもなんで隠れる必要があるんだ？だって前澤先輩がレナちゃんに憧れの人なんだろ。はぁ、あ、クラスの友達柏レナちゃん。お前もその人のこと好きなわけ？うん、モテそうな人は一丁すか。だったらさっさと告白されてくればいいだろう。そんなことしたら絶対にクラスでハブられる。エナちゃんの友達の好きな人なんだよ。なのに私が告白されるとか空気読めてなさすぎ。大声出すとバレる。用事ってこれかよ。弟の趣味は。いや違うよ。Oh no。これは誤解です。待って、マイさん、説明をさせてください。話しかけないで。She's pissed. She's really mad.
どうせ明日も今日やり直すんだろうしな。おはようございます。今日は6月28日土曜日。 Oh no。 どうかしましたか、お兄ちゃん。カエデ、僕のほっぺたをつねってくれ。はい、わかりました。僕は至って大真面目。今着替え中。 It's like I need to go back in time and fix things with my son。 変わった順番で着替えるの普通でしょ。で、要件はおめでとう。昨日脱出できたんだ。不本意な形でない。それじゃ、私靴下履くから。じゃあその1年の古賀さんがラプラスの悪魔だったってわけね。告白がなくなったことで古賀を悩ませていた問題は解決したわけだから。何かあったんだ。なんで機嫌悪そうだか。彼女持ちの男子に声をかけられて嬉しいとか思ってる自分に嫌気がさしてるだけ。そりゃやだ、乙女チックな。Oh, does she like him? カズサ川に声をかけられても虫巣が走るだけなのに。 It would only make my skin crawl。 それ以上こじらせる前にはっきりさせた方がいいと思うぞ。さっさと告白して玉砕してこい。それが原因で私までラプラスの悪魔になったらカズサ川は収拾つかなくなるよ。僕の方はとりあえず昨日脱出できたわけだから、あとはマイさんの誤解さえ解けば万事解決だからな。そうなったらまた昨日からやり直し。その可能性は高いだろうね。つまりどうやってもマイさんとお付き合いできる明日はやってこない。あずさがそういう状態をなんていうか知ってる。どうしたサクタ、目が死んでるぞ。ちょっと二人ともいいかな。今日から入ってもらうことになる。 Oh, she's starting フロアの仕事教えてあげて。 Part time with them。 コガ、先輩。コガトノエです。よろしくお願いします。俺は国見ユーマ。そういや前に指示を蹴り合った仲とか言ってたよな。え、なんで人に話すの。あんな面白いこと黙っててもったいないだろ。注文はお決まりですか。トモエのこと本気なんですか。すいません、当店ではトモエのこと本気なんですかは扱っていないので。トモエ確かに可愛いけど、どこが良かったのか。 Oh, that is a misunderstanding。 勘違いしてるぞ、多分。隠さなくてももう知ってますよ。トモエ、いたよ。先輩、トモエのこと遊びなら許しませんよ。Oh no, they have to figure out this misunderstanding with everybody, or my son's gonna be like really mad. てか、もっと気にすることがあるだろう。思春期症候群のこと。それは今日になったからもういいじゃん。今はそれどころじゃないの、ピンチなの。だいたい誤解をそのままにっていつまでだよ。夏休みになっちゃうと学校もないし、その間に関係がうやむやになったことにすれば、2学期は普通にできるでしょ。自分で言うのもなんだけど、学校内の評判は最悪な僕と付き合ってる的なことにするのはいいのか。最近の先輩、1年生の間じゃ一周回ってありってことになってるから平気だと思う。おー、ゴーシュ。ブランドの中心で愛を叫ぶなんて普通ありえないし、愛はちょっと憧れる。お前さ、自分が何をしようとしているか分かってるのか。Oh my gosh, what about my son? What about my? とにかくお願い。Oh, did she like? Did she get bullied? One is one, it's easy. You don't need to fit in. And if you think about it, you don't feel lonely. It's not that I'm lonely. What? Then what? One. No, it's embarrassing.全校生徒に嘘をついてやるよ。本当に？ああ。それじゃあもう一つお願い。明日なんだけど、先輩バイト終わった後デコピンだの。違う、デートして。念のため写真を撮っておきたい。お前意外と抜かりないな。マイさんにはどう伝えたのか。きっと必死に弁解する僕を見て心底楽しそうに笑うだろうな。お兄ちゃん、この人、前に兄ちゃんが連れてきた人ですよね。一口あげよっか。やっぱダメ。ああ、そうだな。私
どうして言い訳しに来ないの？Alright you guys, that was episode 4 of Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. That was actually a very like interesting episode. I in the very beginning thought something happened with my video and I was like checking the time if it like kind of rewinded back, but it was actually the anime, which I thought was kind of funny. But I am very curious that I'm guessing there's like different variants of the adolescent syndrome like people can have, and so that was really like interesting to see that only two of them were living, you know, the same day over and over again, which was really weird, and I'm just like kind of like even more confused, and I wonder why that had happened. But yeah, I'm just really curious on what to see in the next episode. I feel like Mai and Tomoe is gonna kind of clash because Sakuta has to like lie to the entire school that he's dating Tomoe, but at the same time he is in love with Mai-san and wants to date her, and I don't know, it's gonna be very like difficult in his position. But yeah, I'm really curious on what's gonna happen next. I am very very like loving the series so far. It's been really good and just kind of keeps me on my toes, and I just want to see a little bit more of like the romance part as well, but I feel like that's going to be shown in the later episodes along with the series. So yeah, I'm excited to see more. But you guys, thank you guys again for watching with me. Please like, comment, and subscribe to the channel to support, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.